はい、どうも、こんにちは。今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、まあ、裁判があったわけよ。いや、まあ、それ裁判はあるんだけど、で、裁判内容が、まあ、とりあえず、まあ、前々回かじゃないわ、前々回ぐらいからやってたやつの裁判で、なんだったっけな。とりあえず、大門が、前回の、振り返りも聞いてほしいんだけど、ザイモンがとりあえず、警察、刑事局だっけ？ 警察で起こった事件に絡んでて、警察の事件でも正しきがなくなったとされてたけど、実際刑事の事件で亡くなったのは、実は亡くなったじゃ刑事の事件ではザイモンが正しきに扮してたみたいな、もうまとまってないわ。ごめんなさい。とりあえず、待って。最終的にはその、なんか真犯人は、これだけ伝えればよかったな。真犯人、こう、7777じゃないっていう感じで落ち着いて、で、この7777が、なんかいわゆる上層部に当たる人たちで、そう。だから、なんか起こんないと、なんかっていうか、そのなんか確実にこの人が、てか上層部がやらかしたっていう事実がないと、その7777が誰なのかがわかんないっていう、ところで一回終わって、だよね。で、また言えば、ともえ、ごめんなくしなく飛ばして、もう適当に。ともえさんが来て、ともえさんが実は SL95 事件で、なんか不正を犯したじゃないけど、不正を犯した、みたいなこと言って、ざわざわざわーっつって終わった。もう見てください。ごめんなさい。お姉ちゃんがいきなりあんなこと言い出して。これ、言ってくれよ。やってくれならそれでいいやん。まことに恐ろしい犯罪には、こちらも恐ろしい手を使う。致し方はないことです。彼に正当な裁きを与えるため、私は手段を選ばなかった。そう。私知りませんでした。 まさか SL95 事件が青影事件のことだったなんて。有名な事件みたいだけど、聞いたことないんだよな僕。2年前だったらお前も聞いたことありそうだけどな、普通に。 ね、いい年してるでしょ。なるほど。もうお姉ちゃん、どうしても青影を逮捕したかったんです。だからあの日、私の事件を利用したの。ちょっと待って、君の事件だって。資料にも書いてありますが、青影城の最後の被害者は検事の財門直人さんでした。ザイモンさんの弟を殺害したとき、致命的な証拠を残したんです。その事件に、赤羽ちゃん、君が関わっている。青影城はあのとき、私を殺そうとしていたの。なんだって、君を。ザイモン直人検事、ザイモンさんの弟は私を助けようとして。君は。はい。青影事件の法廷で目撃者として証言台に立ちました。なんてこった。いろいろ聞いてみた方が良さそうだな。OK、聞こうか。2年前のあの日、ちょうど今頃の季節でした。雨が降っていて、季節外れの雷も近づいていました。私、お姉ちゃんのオフィスにいたんです。お姉ちゃんの仕事が終わったら晩ご飯を食べに行こうって。そしたら、そこへあの人が逃げてきたの。逃げてきたの？ 攻めてきたじゃんけど、逃げてきたんだ。どうやら追われていたみたい。ナイフを向けて叫んでた。私も何が何だかわからなくなっちゃって、その時オフィスに財門検事さんが現れたんです。財門直人検事、弟さんか。青影は私を人質に取ってナイフを向けました。でも一瞬早く財門さんがあいつに飛びかかってきました。そしてその時、何が起こったの？私一生忘れません。雷が落ちて部屋の電気が消えて、窓の外に激しい稲妻が走って目がくらんで、私の目に焼き付いていたの。あの一瞬が今も忘れない。目に焼き付いた一瞬。
私、青影が左衛門さんを刺した瞬間は覚えてないんです。じゃあそのことは証言できなかったんだ。はい、私、自分が襲われたことだけ聞かれました。だからお姉ちゃんは事件を作ったんだと思います。作った？それって証拠品の捏造かな。あの有罪判決は検事局にとって最も大きな勝利だったんです。お姉ちゃんが証拠を作って、それを使って三剣健二さんが、三剣が、あ、三剣健二さんきっと知らなかったんだと思います。まさか捏造された証拠を渡されていたなんて。でもそれからなんです。三剣健二さんに嫌な噂が。全部私のせい。私がしっかり証言できていればあんなことには。形はどうであれ、三剣夏関わっていたのか、検事局の捏造に。私とお姉ちゃんもあの事件が解決してからあんなに冷たい人になっちゃったんです。ダメだ、肝臓に対して心を閉ざしてしまってる。事件が起こった一瞬、一体何を見たの。思い出したくないだろう。青影が左衛門さんを下押して凶器のナイフを振り上げたの。左衛門直人はこの子の目の前で刺されたのか。その後は覚えていない。気絶しちゃったみたいで。結構でけえな、茜ちゃん。お前年の差まあまああるだろ。お姉ちゃんと茜ちゃん結構でかくないか。これ気がついたらお姉ちゃんが私を解放してくれていた。かわいそうに、ひどい目にあったんだね。ほぼ身長同じぐらいじゃん。お、私あの一瞬をうまく証言できなかったの。あ、まあ、しゃあないよ、年齢的にね。必死に頑張ったけど言葉が出なかった。絵で描いたりもしたけど、それも私下手くそで。2年前といえば14歳だ。無理もないよ。無理もないよ。あの事件の後、私決心したの。科学捜査官になって、今度こそ自分の言葉で犯罪と戦いたい。そして決定的な証拠を見つける。そうすればお姉ちゃんが証拠を作る必要なんてないでしょう。深っ。志深いな。ごめんな。なんかあかんちゃんのことやっと理解できた気がする。でも事件の話には少し気になることがあるな。一つ気になることがあるんだけど。何ですか。君は2年前、巴さんのオフィスにいたんだよね。そうですよ。なぜ連続殺人犯がそんなところに逃げてきたのかな。しかもそれを追ってきたのが検事だったなんて。確かに。ああ、それなら簡単です。青影城はあの日取り調べ中に逃げ出したんです。取り調べというと警察に。ええ、もちろん舞台は警察局ですよ。事情聴取の途中に逃げ出してお姉ちゃんのオフィスに。いやいや、だからなんでそこで巴さんのオフィスなのかな。だって取り調べ室とオフィスはエレベーターで直通だから。いや、もっと遠くに逃げるよな、普通なら。エレベーターで直通。ああ、それも確かにおかしいか。あ、巴さんは首席検事だったよね。あ、もしかして私言ってませんでした。お姉ちゃん2年前まで捜査官だったんです。警察局でナンバーワンの凄腕だったの。そんな2年間で転職できんの。2年でそこまで成り上がれるか。初めて聞いたぞ。あの青影事件の直後、検事局に移ったんです。首席検事として。巴さんがかつて捜査官だった。捜査官多すぎない、この章。この章のオリジナルキャラクターほぼ捜査官じゃん。どうやら本人の話を聞いた方がいいみたいだ。行こうか。お姉ちゃんどこいんの。お姉ちゃん留置場。あ、いた。あ、お姉ちゃん。なるほど、弁護士、あなたに迷惑をかけたようです。証拠品の捏造、まさかと思っていました。犯罪者は手段を選びません。こちらも覚悟が必要なのです。
でもお姉ちゃんたちが間違えていたら、無実の人を有罪にしちゃうかもしれないんだよ。確かにその危険は承知しています。ともえさん、あかねちゃんからあなたのことを聞きました。何のことかしら。あなたは2年前は捜査官だったそうですね。そして SL95 事件をきっかけに検事局に移った。その通りです。聞かせていただきますね、その不自然な移動のことも。あなたには聞く権利があるでしょう。なるほど、弁護士。お、心開いてくれてるね、最近。今日の法廷でいろいろなことが分かりました。やはり2年前の事件が大きく影響していること。あの事件の証拠品が盗まれた。なんとなく予想はしていました。左衛門巡査の執念はよく知っていましたから。2年前のあの裁判、やっぱり不正があったんだね。お姉ちゃんを信じてたのに。どんなことがあっても真実だけを見つめてくれるって。仕方ないのです、茜。2年前のあの事件で私は魂を売ったのですから。まあとにかく今日の法廷の結論は一つ。事件当日の午後5時15分、警察局で殺人事件はなかった。そうだよね、証人がお京さんが言ったこと。お姉ちゃんが正しきさんをナイフで刺したなんて。お姉ちゃん、いい加減にしてよ。どうして教えてくれないの。あかね、これは私だけの問題ではないのです。ともえさん、こんな苦しそうな顔するのは初めてだ。確かに悲しい顔してるよな。確かに2年前私は警察局の一員でした。すごかったんですよ、姉ちゃん。おお、かっけえ。グアント局長とお姉ちゃんのチーム、今でも刑事課の伝説なんですから。グアント局長？当時は警察局副長でありながら捜査の現場にいたのです。グアント海事は私にとって憧れの捜査官だったのです。二人でコンビを組んでスカッと解決、かっこよかったな。自慢のお姉さんか、嬉しそうだな、あかねちゃん。でも今は首席検事ですよね。何があったんですか。私はもともと検事を志望していたのです。警察局で捜査の現場を学んで転校するつもりだったんだよね。SL95 事件の解決でガントの力は決定的なものに。彼は警察局長に就任して私の検事局への異動を決めたのです。2年前の捜査、もう少し詳しく聞いてみよう。なるほどね、ガントさんがランクアップしたから、まあその移動とかもできるようになったのか。2年前私は副首席捜査官として青影を追っていました。副首席すると当然首席はガント開示ですか。私とガント捜査官はオフィスも共有して捜査に取り組んでいました。ガント局長とオフィスまで一緒だったのか。私たちの下についたのも皆優秀な捜査官でした。はいはいはい、一面ね、一面。捜査責任者の正しき捜査官、左衛門京介に一ノ谷京香。特に左衛門は初めて弟さんと組んで張り切っていました。じゃあ弟さんは割と新入りだったんだな。青影寺は間違いなく連続殺人事件の犯人でした。私たちは本人に任意同行を求めて証拠をつかもうと必死だった。そんな時あの事件は起こったんです。あかねちゃんの事件。私を助けようとした左衛門健二さんが青影に。あの事件第一発見者はこの私自身だったんです。は、初めて聞くぞ、その情報は。あの日取り調べはガント捜査官と左衛門直人検事が担当しました。捜査は大詰めを迎えていて、青影も焦っていたのでしょう。ガント捜査官たちの隙をついて取り調べ室から逃走したのです。青影が逃げ込んだのはガント捜査官と私のオフィスでした。
そこに私がいたんだね。あなたが最初に駆けつけたんですか、現場に。そのようです。私は取り調べには立ち会わず資料の整理をしていました。おいおいおい、なんてことだこの角度。オフィスに戻ると3人の人影が倒れて血の匂いがしました。3人殺害された。財門直人検事と気絶した茜ちゃんと犯人の青影城です。格闘の際に財門検事は最後の抵抗をしたようです。青影は現場で軽い脳震盪を起こして倒れていました。それであなたは。さすがの私もパニックになってしまって、とにかく茜を現場から運び出して解放しました。そりゃそうだよな、妹さんが襲われたんだから。そして青影を緊急逮捕したんです。結局全員が関係者だったんですね、 SL9 号事件の。そう、不思議なものですね。僕はそう思いません。え、どういうことですか。関係者が全員過去の事件に関係しているなんて偶然とは考えられないよ。でも2年前に解決した事件なんですよ。その解決が認められなくて彼はあんなことをしたんだ。財門巡査、彼のことは私もずっと気にしていました。弟さんを亡くしてからすっかり人が変わってしまって、やっぱり青影の裁判に納得できなかったのかな。みんな性格変わってんじゃん。青影事件以降、一つの事件が終わっても人生は終わってくれないのです。その記憶を一生抱えたまま生きるしかない。その事件まだ終わってないかもしれません。はっ。茜ちゃんが襲われたのは警察局なんですね。ガンとカイジと私が一緒に使っていたオフィスです。現在は警察局長室、ガンと局長が一人で使っています。行ってみるか、局長室。 SL9 号事件の現場入れるのか。入れるか、普通に考えて。入れなくないか。磯の子系じゃ見当たらないね。なんか今日は特に静かな気がしますね、刑事課。確かにね、課長さんは相変わらずだけど。あの、もう少し他の人の話を聞いてみませんか。そうだな、また後で来てみようか。どっから行けんのか、あれは。カントさん。あ。よう、バンビーだ。あ、ザ・ザイモンさん。今朝目が覚めた時、こんな一日になるとは思わなかったよ。人生なんてケセラセラかわからないものさ、バンビーナ。ビリーがつけた花が枯れたのが全てを予言していたのかもな。ビリー、サボテンじゃないかな、多分。あの、どこか行くんですか。ちょっと検事局まで事情聴取にね。任意出頭という形だが、もう戻ってくることはないさ。あれが今日は証拠監視には入れねえぜ。大門さん、どうしてあんなことを。さあな、あの事件だけは答えを知りたかったのかな。すいませんけど、検事局へ出頭する前に話を聞かせていただけますか。今日はステーキ弁当はなしのようだ。あの裁判は最初から怪しかった。それはおそらく捜査に当たった全員が感じていたはずだ。怪しかったというのは、俺たちの捜査と食い違う事実が報告された。例えば凶器だ。凶器、この先の折れたナイフですか。確かにそいつは青影常務のものだったさ。しかし最初の解剖記録では一つの疑問が記されていた。疑問？あのナイフは被害者の傷口と微妙なズレがあった。どういうことですか。
本当の凶器はあのナイフじゃなかった、そういう可能性さ。はっ。しかし提出された記録からはその可能性は消えていた。それが隠蔽と捏造だったのか。そう、あの事件は俺たちに大きな傷を残したのさ。 SL95 事件が残した爪痕。優秀な検事だったよ。俺とは違って頭が良くてな。当時捜査官になったばかりの俺と組んで一仕事。お前が後入りだったのかよ。そんな矢先の事件だったぜ。いくつだったんですか、弟さん。当時27歳だったよ。まさにあの日最高の栄誉を掴んだばかりでね。最高の栄誉、それってもしかして検事オブザイヤーさ。出たよ。そんな顔しないでくれよ。検事にとっては名誉なんだろ。サイモンさん、弟さんのことになると優しい顔になるな。 SL95 事件が起こった日、それってまさか。そう、今回と同じ証拠品の申し送りの日だった。はっ、そうだったんですか。朝から冷たい雨が降っていて、夜には雷が鳴り出した。あれから2年、俺は事件を死なせないために証拠品を奪おうとしたのさ。しかし誰かがそれを阻止しようとしたんだ。忠樹さんは殺害されて保管庫は空っぽになっていた。うん。この事件には裏がある。裁判の後思い知らされたよ。捜査に関係した捜査官が一人を除いて全員整理された。そうだな、見事に消えたもんな。お京は首を切られ、俺は小部屋に押し込まれた。正しき捜査官は整理されなかったんですか。あいつまで切ったら、切っちまったら総監クラスの耳に入っちまう。奴らには都合が悪かったんだろうぜ。奴らっていうのは一体誰ですか。復帰を悪くするなよ、バンビーナ。ガンとカイジとホオズキともえさ。ガンとカイジ首席捜査官と副主席のホオズキともえ。警察局では知らない者のいない名コンビだったぜ。彼らがそのキャリアに決定的な王手をかけたのがあの事件さ。SL95 事件の後、彼女は検事局へ移ったんですよね。ああ、新局長に就任したガンとカイジが手配したのさ。検事局に移動してからさ、彼女の様子がおかしくなった。え？彼女を知っている奴は口を揃えて言ってるぜ。大月素敵検事は捜査官だった頃とは別人だってな。そういえば、あかねちゃんも言ってたな、そんなこと。一体お姉ちゃんに何があったんですか。残念だが彼女の闇は深すぎてね、俺の手には負えなかったよ。トモエさんの秘密は2年前から始まっていたんだ。さて、俺の話はこんなところだ。楽しんでくれたかい、カウボーイ。参考になりました。今日の大手ではっきり分かった。俺の敵は三剣の坊やじゃなかったんだってね。2年前不正な証拠で有罪判決をもぎ取ったのはあの男だった。しかし証拠を揃えて戦術を組み上げ与えた奴がいた。ガンとカイジだ。まあもうすぐ巡査ですらなくなる男のたわごとさ。お、新しいの出てな、動きが今。何今の。一度組んでみたかったよ、科学捜査官になったあんたとね。それじゃあな、バンビーナ。ちょ、粋なこと言うな、お前。これはモテるな。最後の最後にそんなこと言うか、お前。この上かな？あれは。今日誰もいないね、お京さんも。証拠監視の謎が強烈でしたからね。刑事さんたちあっちに行ってるんじゃないかな。でも今日の法廷ではっきり立証したからね。事件当日の午後
当日の5時15分、聴講監視で事件はなかった。それってなんか一歩前進したような気がするけど、結局巴さんが怪しいってことになるかな。明日までに全て答えを見つけないと。来た。あれ？行けなくね？直で。ませんね、三剣健二さん。またサモンカーで絞られてるのかな。今日もひどかったからな、法廷。お姉ちゃん認めちゃいましたからね、2年前の不正。あれ？行けなくない？どうやって行くの？え、どうやって行くの？あそこまで。は？どうやってガントさんに会いに行けばいいの？あ、いるわ。あ、みんなは今、大会議室でどんちゃん騒ぎだよ。あ、どうも。課長さんが話しかけてきた。石鹸寺の爆弾発言に、三剣健二のこれからの処置。マスコミ対策に明日の裁判、もうひどいことになってるな。まるでそう、盆と正月がいっぺんに来た感じだ。それはおめでたいのでは。あの、私たちガント局長さんのお部屋に行きたいんですけど。あたい廊下で隣のビルに行ってエレベーターで最上階だよ。え、あの、行っていいんですか。私たちいわゆるその一般人ですけど。ああ、いかん、そうだった、ダメだよ言っちゃ。さすが糸の子刑事の上司だけのことはあるな。じゃあ早速行ってみましょうか、局長室。でも開かなくね、どう頑張っても。いかつ。もうがっつり入ってんじゃん。ラスボスっぽいな。広ー。どうしようかな、一旦ここで切るか。なんか調べる段階で置いといたらさ、なんか忘れそうだから、まあ、時間もちょうどし、ここで切るか。はい、じゃあ、あざした。